群馬の太田市と伊勢崎市ってやっぱりライバル同士なん？ライバル？まあ似てる感じではあるかもね。どこら辺が似てるの？位置的にも隣同士だし。おお、これは意識しちゃうでしょう。人口はお互い20万人前半。そこまで差がないとは。群馬県では3位と4位の市。絶対ライバルじゃん。ちなみに昔から1万人の差ですよ。マジでライバルじゃん。しかも漁師は人口が増えてるという。すげえ。一応面積も言うほど差はない。ライバルというかもう兄弟じゃん。代表的な商業施設もある。絶対兄弟じゃん。有名企業もある。確実に兄弟じゃん。市の木を見ても松一緒じゃん。市の花を見てもほとんど一緒じゃん。コンビニの数は気持ち差があるけどほぼ一緒じゃん。てかローソン一緒じゃん。駅の数は一緒。あ、じゃないな。ね、似てる感じでしょ。これは意識してるな、きっと。どちらも素敵な市なのは間違いない。なんか広く見たら我々みたいな感じですね。そうですか。太田と伊勢崎のお隣劇場やれば。いや、だいぶギュッとした内容。